戦争お茶の舞寄せ、浅草お茶の舞寄せは、千葉テレビ放送、千葉テレで放送されている演芸番組で、浅草演芸ホールでの落語協会、落語芸術協会の演芸、主に落語を収録し、放送ている番組である。上席の寄せである、浅草演芸ホールでの落語協会、落語芸術協会の工業の演芸を収録をして、放送する番組で、 毎週放送されるレギュラー番組としては唯一である。関西では情報落語を披露する番組がいくつか放送されているが、情報落語の会、NHK 大阪放送局など、関東地方で地上波で落語を定期的に放送している番組は、当番組が唯一である。番組表などでは、浅草園芸ホールより中継等と紹介されており、あたかも中継番組、 中継収録であるかのように紹介されていることもあるが生中継はされておらず VTR 収録である。1回の放送につき2から3席程度を基本的には収録時のまま放送する。稀に一部編集でカットされて放送されることもある。1席の放送時間はテレビ番組としての特別な講座の時間ではなく通常の寄せ工業の講座の時間である。 主任以外の場合は10分から15分程度、主任などの場合は20分から30分程度、番組収録時の寄せ工業での状況により異なる。番組自体の司会者は存在しない。番組放送初期から案内役人としての番組出演者はいるが、毎週の出演ではなく、不定期での出演。番組冒頭等に出演して挨拶をしたり、番組中での ミニコーナーで当日に番組中に講座の模様が放送される話し会のインタビューや浅草付近のお店紹介等が放送がされる。近年は番組冒頭での案内人の挨拶は少ない。番組の放送フォーマットも不定でいくつかのパターンがあり、落語等の講座の模様だけの放送回もある。2006年よりは番組公式ウェブサイトも設置され、 放送予定等も公開されている。2008年年末頃よりは番組ホームページをリニューアルし、ミニコーナーの紹介等も掲載している。2010年7月5日、放送部によりハイビジョン制作に移行。番組開始当初より月曜19時放送を続けていた。2013年4月の番組改編で平日17時19時30分を子供向け番組、 アニメや、チュバチュバワンダーランドに統一することになったため、日曜18時5分に枠移動することになった。なお、毎年7月の全国高等学校野球選手権、千葉大会開催時期は、18時30分より、応援番組、速報、今日の高校野球、高校野球全力応援 TV、ガチファンを放送するため、当番組は、放送時間変更ないし休止となる。 2016年以降は基本的に休止としている。講座の模様は浅草園芸ホールでの落語協会、落語芸術協会両協会の芝居を収録。収録は放送の1から2ヶ月くらい前に行われ、番組収録時には浅草園芸ホールの入り口には収録中の案内もされている。また放送される講座中の枕部分に今日はテレビカメラが入っていて、 千葉テレビの収録をしていいますなどと喋る話家もいる。話も番組放送開始当初から司会者としての出演者はおらず、番組放送開始後しばらくしてから、毎週の出演ではなく、不定期で案内役、人という形で、フリーアナウンサーの小笠原清が出演し、番組冒頭を等に挨拶をしたり、挨拶を交えて一人コント風なことも演じたり、 番組途中での話しかえのインタビュー、お店紹介等のミニコーナーを担当し、番組放送初期から頻繁に出演。番組エンディング前に、自習放送の予告や、プレゼント紹介なども行われた時期もある。2007年にも時折出演していた。小笠原が案内役で、出演時、オープニング音楽前等に短い挨拶をし最後で発する決めリフは、 それではお茶の間寄せ会演です。と、顔の横に左手手のひらを縦に差し出す。ポーズ、中途半端から手チョップのような格好を押し、その後オープニングが流された。インタビューが番組冒頭にあった時には、インタビューに出演の話かも一緒に決めセリフをさせられていたこともあった。番組途中にインタビューがあった時にも、同様に、それでは講座の模様をどうぞ。 話しかも一緒にポーズさせられていたこともあった。インタビュー後に、インタビューに出演した演者の講座の模様が放送された。2006年10月終わり頃より、落語家の桂歌春の長女で、自称、落ドル、落ちドルのタレントの田代沙織が、案内役、人として登場し、ミニコーナーのお店紹介を担当し、2007年からは、お店紹介で頻繁に出演し、 その後、レギュラーに、田代が話し家へのインタビュー等を担当するときには、毎回、自作の歌春メモと称するメモを参照し、インタビューする。田代がミニコーナーでのインタビュー等を担当時に、出演の話し家には、大きくなったね、綺麗になっちゃって等と、父親を通じての幼い頃からの顔見知りの話し家、等、主に、 落語芸術協会の話し家が出演時には言われることも多い。また、歌春師匠の娘さんなんだって、と驚かれることを楽しみにもしている。田代がミニコーナーの担当時には、沙織のお腹入り、お腹入りのコーナー等と紹介することもある。千葉テレでの番組スポット CM にも、小笠原清と田代沙織がそれぞれで出演。過去には、 小笠原と二代目古ジュス助の共演バージョン等もあった。2007以降の番組スポット CM には、田代が出演し、年に数バージョンを放送している。ほとんどの場合、田代が謎かけを披露するものである。現在でも時折、古いバージョンも放送されることもある。また、二席目で出演することが多いピロキ、ナイズ、ロケット弾等と共演する CM もある。 2008年より、毎年新年に放送されている。2009年までは、制作局の千葉テレのみで放送していたが、2010年よりは、レギュラー放送されている放送局すべてと、レギュラー放送以外のいくつかの放送局でも、放送されている。2013年以降は、独立局、東名阪ネット6.5一所3チャンネル加盟局、よび、静岡第一テレビ、 日本テレビ系の9局では必ず放送している。2018年8月5日放送は、同年7月2日に制御した、桂歌丸の追悼特番として放送した。なお、2018年8月5日の前は、高校野球期間に伴う、長期休止であったため、国別式から1ヶ月後のタイミングでの放送となった。同年7月11日に、 妙蓮寺で執り行われた、国別式の様子と、国別式に参列した、桂歌春ウ総領弟子、三代目、慶氏、太郎、歌丸の最後の弟子へのインタビューを冒頭で放送。その後で、生前に当番組で過去に放送された二席、鍋草り、厚生うなぎを放送した。2016年の全国ネット以前より、定期的に放送しているツボを記載。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。